子供報道ではずっと安倍転造の多数の犯罪を報道してきました。安倍転造のマブダチ、マブダチの松本人志、安倍転造の権力のもと怖いものはないとばかりに残虐を続けた。今日週刊文春が松本と弁護をしている田代正弘の犯行を報じている。ちょっと聞きましょう。松本本人が探偵への依頼を了承していた事実や X 氏への脅迫めいた言動を認めました。その X 氏が今回実名で取材に応じ、松本側による出廷妨害のすべてを証言します。 X 氏が実名告発、田代弁護士の脅迫をすべて明かす。被害女性たちが連続反論、 A 子さんを孤立させない、週刊文春電子版掲載記事についてと題された A4 用紙7枚の反論文に目をやりながら、男性は意を決したように語り始めました。あの日、私が田代正弘弁護士から A 子さんに証言台に立たないようにしてほしい旨の打診を受けたことは紛れもない事実です。私がその申し出を拒絶したのは、何より性的行為を強要されたとする A 子さんの話が真実であり、松本人志氏のおぞましい行為に憤りを感じているからです。続きは週刊文春を見てくださいね。最低の最低の松本人志、その松本の最低弁護士の田代正弘。田代は自民党審判の検察官僚で、自民党の政敵の小沢一郎氏を陥れるために2012年陸産会事件をでっち上げました。田代とその上司の検察が数名まとめて懲罰を喰らいました。まあクビになりました。しかし話の中心は安倍転造です。松本人志とそのマブダチの安倍転造のおぞましい権力犯罪。一月満節の佐藤明さんの追及を聞きましょう。ね、文春の記事なんかねじ伏せられるに決まってると思っていたのかということですよ。ね、これね、まあ、吉本興業全体がねそうなんだけども、これ松本さんもですね、安倍さんね、生前の安倍さんですね、安倍政権とぴったり寄り添っていたじゃないですか。ね、そうすると自分たちは権力に非常に近いんだという感覚がねまずあるわけですよ。そうなると文春かなんか知らんけども、そんなものはねいつでもひねり潰せるんだと、そういうふうにね考えたんじゃないかと僕はね、考えてるんですよね。まずね、吉本興業ね、これ安倍政権の時にですね、多額の税金が投入されてるんですよ。経済産業省がですね、官民ファンドでクールジャパン機構、ここにね多額のね出資を繰り返してきたんですよ。このクールジャパンですね、設立直後ですね、それにね10億円投じてるんですよ、2014年にね。それから2018年には大阪城公園のエンターテインメントね発信事業、これに12億円。そして極めつけは2019年4月にですね、なんと100億円出資してるんですよ。100億円ですよ、100億円ね。とにかくね、安倍首相当人が当時のね、吉本興業を気に入っているんで、これもどうしようもないんだとね、というような、ことなんですよね。そしてこの吉本の中でもですね、松本人志さんね、万博の誘致委員会のですねアンバサダーをねやってるんですよね。維新政治にですね、これほど自分は貢献してるんだぞ、貢献してるんだぞということを言ってるわけですよね。政治にねずっぽりハマっちゃってるわけですよね。文春報道なんか政治力で何とでもひねり潰せるんだと。